降雪の範囲がですね、広いのが明日8日の月曜日、成人の日となるんですけれども、やはりこの被災地であります、能登半島の連続したですね、降雪ないし、雨の予報、10日以降、十分に注意が必要となりそうです。大雪を降らす目安とされる上空5000メートル付近のマイナス36度の寒気、被災地であります、能登半島までギリギリかかっているような寒気予想。 10日から12日頃は、本州の南岸を通信する低気圧や、北日本付近を通信する低気圧の影響で、北日本から東日本にかけて荒れた天気となる。降雪速報。降雪速報の時間がやってまいりました。2024年1月7日日曜日、午後3時47分15秒現在の今後の降雪及び積雪の深さならびに、 寒気の南下予想とウィンディーによります世界各国の気象機関によります降雪予想の徹底比較を最新情報を速報でお伝えします地方の週間天気予報の解説資料を読み上げますえー、本日1月7日10時に発表された解説資料なんですが防災事項の欄ですね10日から12日頃は本州の南岸を投信する低気圧や北日本付近を 東進する低気圧の影響で北日本から東日本にかけて荒れた天気となるところがある。さらに、令和6年能田半島地震で揺れの大きかった地方では地盤の緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがある。非常に厳しい防災事項が記されております。10日から12日頃にかけても本州の南岸を東進する低気圧、そして北日本付近を東進する低気圧、 ウィンディの最新情報でご覧いただきたいと思います。まずはですね、世界最高クラスの予報制度を持つと言われる、ヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします、ヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードでご覧いただきたいと思います。10日水曜日のお昼の予報になります。この時、四国沖にですね、中心気圧1008ヘクトパスカルの 南岸低気圧らしき等圧線が現れ始めております。この後ですね、え、通をしていきまして、え、前線を引き連れています。前線が雨雲をですね、え、引き連れていきますので、え、荒れた天気となる恐れがあるということになります。そして、え、12日金曜日の午前2時の予報。日本海側に中心気圧998ヘクトパスカルの低気圧の等圧線が描かれております。 雪雲を引き連れているのがあお分かりいただけますでしょうかこの部分ですね。降水量タイプで見ますと、雪雲を北側に引き連れてですね、低気圧が北海道とですね、東北地方の中間あたり、津軽海峡の中間を通過していくに従って、 で降雪のエリア、広範囲に予報がされております北海道はほぼ全域、東北地方、北陸地方、近畿地方、北部そして中国地方の三位地方に至るまで日本海側を中心に広範囲に降雪をもたらす予報が記されております特に被災地であります石川県の能登半島、涼市、雪まじりの雨能登町ベタ雪、和島市、ベタ雪この辺りえ、穴水町もですねえベタ雪という予報が発表されております 続きまして、アメリカ海洋大気庁、ノ、NO、アが提供する、アメリカ国立環境予測センター NCEP、全球数値予報システムの大気循環の気象モデル、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによります降雪予報、南岸低気圧の動きをご覧いただきたいと思います。10日の午後1時の予報になります。四国沖、中心気圧、 1005ヘクトパスカルの前線を伴った低圧部、低気圧の等圧線が現れ始めております。この低気圧がですね、東へ移動していきますが、この南岸低気圧が通過した後も、降雪のエリア、それほど広くは予報されていないんですが、 12日の午前0時、金曜日の午前0時の予報をご覧いただきたいと思うんですが、日本海側にあります、中心気圧、998ヘクトパスカルの低気圧を問わせ、この低気圧ですね、ECMWF モードと同じように GFS モードでも、この雪雲を大量に引き連れているのはお分かりいただけるでしょうか。北側に広範囲に降雪の予報が発表されております。中国大陸とサハリンのあたりですね、ロシア連邦とサハリン 低気圧がですね、東北の方角へ移動していくに従って日本列島にも広範囲に降雪の予報が発表されております。12日金曜日の夜10時の予報、被災地であります能登半島、鈴鹿市雪、能登町雪、和島市雪、荒水町も雪ということで、えー、ほぼ広範囲にわたってですね、能登半島は全面的に降雪の予報となっております。 え続きまして、ドイツ気象局、ドイッチャーウェターディーンツの気象モデルをベースとします。アイコンモードでも低気圧の動きご覧いただきたいと思います。10日水曜日の4時の予報になります。中心気圧が16 0 0パスカル。雨雲と雪雲を引き連れて移動しているのがお分かりいただけるでしょうか。黄緑色のですね、えーえー、黄緑色にプロットされたエリアが雪混じりの雨を表しております。 気象庁の週間天気予報をご覧いただきましょう。明日8日の月曜日、北海道、東北地方、北陸地方、そして近畿地方、北部、えー、中国地方の山陰地方に至るまで、日本海側を中心に広範囲に降雪の予報が発表されております。9日の火曜日、降雪の範囲は狭まりますが、北海道は日本海側と太平洋側の一部、そして東北地方もですね、青森、秋田、岩手、この3県で白色でプロットされた降雪のエリアが発表されております。 新潟、傘マークがついておりまして、曇り時々雨の予報。東北の水曜日、天気が荒れる予報となっております。北海道の日本海側、さらに東北地方、そして東日本エリアの内陸部で降雪の予報が発表されております。関東北部、群馬県の北部、さらに中央高知、長野県の北部と 岐阜県の北部、飛騨地方で降雪の予報が発表されております。新潟、青色でプロットされております。傘マークがついてはおりますが、曇り時々雨か雪の方が発表されております。11日の木曜日、北陸地方、北陸地方の日本海側を中心に降雪の予報が発表されております。新潟、曇り一時雪か雨。12日の金曜日、北海道全域、えー、そして、えー 東北地方、北陸地方では新潟が曇り一時雨か雪。東日本エリアでもですね、内陸部で降雪の予報が発表されております。九州地方、四国地方、近畿地方南部と東海地方、関東地方の太平洋側ではおおむね晴れとなる予報です。13日の土曜日、北海道から東北地方、北陸地方、近畿地方北部、 日本海側を中心に降雪の予報が広く予報されておりますが、太平洋側では晴れ間の広がる地域が広く予報されております。14日の日曜日、えー、北海道の日本海側と太平洋側の一部、そして、えー、本州は東北地方が青色でプロットされております。傘マークがついておりますが、青森、曇り一時雨か雪。新潟、曇り一時雨か雪。 青色でも降雪の予報が発表されております。それでは気になりますのがですね、やはりこの能登半島ですね、被災地であります石川県能登半島の明日以降のですね予報なんですが、8日月曜日、雪、のち曇り、9日の火曜日、曇り、時々雨、10日の水曜日、曇り、時々雨か雪、11日の木曜日、曇り、一時か雪か雨、12日の金曜日、曇り、一時雨か雪、 13日の土曜日、曇り一時雪か雨。14日の日曜日、曇りということで、明日以降ですね、9日の火曜日は曇り時々晴れとなりますが、10日以降はですね、断続的に4日間雨ないし、雪の予報等厳しい最新情報が発表されております。救助活動がですね、えー、難航することが予想されます。えー、今後の最新情報、注意深く、こまめにチェックをなさっていただければと思います。 気象庁今後の雪、積雪の深さをプロットした画像はこちらになります。日本海側を中心に降雪量が表示をされております。能登半島なんですけれども、かなりの広範囲でですね、積雪の深さ、これから徐々に徐々に増していく画像がプロットされております。水色が5センチ、そしてこの青色がですね、5センチから20センチの積雪の深さを表しているんですが、これは今夜夜9時までの予想を含みます。 え、能登半島積雪がこれから徐々に徐々に増していく予報となっております。週間、換気予想もご覧いただきたいと思います。本日7日の夜9時。 そして明日8日の朝9時の予報、本州はですね九州地方南部と関東地方の一部を除いて、平地でも雪を降らす目安とされる上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気、日本列島の大部分を覆い隠すようにすっぽりと積み込みます、さらにですね大雪を降らす目安とされる上空5000メートル付近のマイナス36度の寒気、被災地であります能登半島までギリギリかかっているような寒気予想。 そして、明日1月8日の朝9時の予想ではですね成人の日、ですね九州地方を除いて日本列島は全国的にマイナス6度の寒気がすっぽりと覆いかぶさるような予報さらにマイナス36度の寒気は若干上がるんですがマイナス30度の寒気はロト半島をやはり包み込む予報となっております。この後はは徐徐々に徐々にに上ががっってていいく予想とはなっているんですが やはりですね、今日の夜から明日にかけてはですね、えー、降雪、さらに大雪にも注意が必要にな,なろうかと思われますので、えー、警戒を要します。降雪速報それではまとめに入りましょう。 やはりですね、えー、降雪のピークとなるのが、ですね天候の荒れる8日、9日、そして10日、降雪の範囲がですね広いのが、明日8日の月曜日、成人の日となるんですけれども、やはりこの被災地であります能登半島の連続したですね降雪ないし、雨の予報、10日以降、十分に注意が必要となりそうです私からは以上となります。 中国大陸およびロシア、ロシア,ロシア、ロシア連邦ですね、水曜日の午後4時の予報になります。中心気,中心気圧が1600パスカル。